シティオブ・リバプールは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の地方公共団体。市の中心にあたるリバプールは、シュドニー中心業務地区の南西 32km に位置する。北から時計回りに、シティオブ・フェアフィールド、シティオブ・バンクスタウン、サザランドシャイア、シティオブ・キャンベルタウン、カムデン・カウンシル、ウォロンディリーイア、シティオブ・ペンディスと接する。シティオブ・リバプールの人口は、 18万人を数え、ニューサウスウェールズ州の地方公共団体の中では6番目に多い。リバプール駅ホルズワーズイーバラックワーウィックファーム、競馬場を太平洋へと注ぎ込む、ジョージズ川が市内を蛇行する。ジョージズ川に沿う形で複数の公園が建設され、また、複数の自然保護区も設定されている。ジョージズ川は、市の東部において、シティオブ。 バンクスタウンとの境界線を形成する。市内を南西から北東に横断する川であるキャブラマッタ、川沿いにも同様に複数の公園が設定されており、チッピングノートン湖でジョージズ川に合流する。地域の北東部においてシティオブフェアフィールドとの境界線を形成する。シドニー南西部における交通の要所であり、プレストンズにおいて3本の高速道路が交差する。 三本の高速道路とは、北のブラックタウン方面へ繋がるウエストリンク M7、東のシドニー国際空港を起点とする M5 サウスウェスタンモーターウェイ、メルボルニへ至るヒュームハイウェイである。鉄道においても、シティレールの空港、インナーウエストサウス線、カンバーランド線、バンクスタウン線の三本が、市の中心駅である、リバプール駅に乗り入れる。 他の地方公共団体に見られないものとして、市の南東部の一角をオーストラリア陸軍の中東地であるホルズワーズにバラックがあることである。地域の北東部位置するサバーブにはワーウィックファーム競馬場がある。シテオブリバプールは以下のサバーブで構成される。シテオブリバプールの議会は市長を含めた11人によって構成される。任期は4年。選挙区は2つで、 それぞれの定員は5議席である。市長は直接選挙で選出される。最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。無所属7議席、オーストラリア自由党が7議席、オーストラリア労働党が4議席、諸派が1議席を獲得した。市長はオーストラリア自由党のネットマンノーンシテオブリバプールの地域は ヨーロッパ人がオーストラリアに形成した最古の都市の一つである。1810年11月7日、ニューサウスウェールズ州総督であるラックラン・マッコーリーによって町の建設が開設された。その後、順調な発展を遂げ、1848年に地方公共団体となった。最初の議会の開催は1872年のことであった。 ヒストリーオブリバプールシティカウンシルリバプールシティカウンシル2014年3月24日閲覧アバウトリバプールシティカウンシルリバプールシティカウンシル2014年3月24日閲覧 ABC リバプールシティカウンシルノースワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月21日 閲覧。ABC リバプールシティカウンシルサウスワードローカルガバメントエレクションス二千十二エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ二千十二年九月二十一日閲覧。ABCD リバプールシティカウンシルメイヤールエレクションローカルガバメントエレクションス二千十二エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ二千十二年九月二十一日閲覧。 ありがとうございます。